新しくこの学園に来たあなたたちに、ゆなね。あら、ひないらっしゃい。うん、やっぱ似合ってるわよ。おお、ひなちゃんの制服、スカート、私初めて見たな。もう、やっぱり学校で見た方が様になってるわね。そうかな。うんうん、すっごい新鮮。これはあのさん、新しいジャンルに目覚めちゃいそう。ボイシュッコの恥じらいスカート、いいね。あの、そんな風にからかうと。からかってないよ、本気本気。スカート嫌い。ほら、ひながへそ曲げちゃったじゃない。あららららら、あのちゃん変な風に言うし。変な風って。でも本当に可愛いよ。もっとスカート履いたら。持ってないもん。ずっとそうなのよね。制服以外のひなのスカート姿って見たことないわ。そうなの？私服でもないの？ええ、記憶にないわね。うん、持ってない。もったいない、絶対可愛いって。スカート嫌いだから。だって動きにくい。そうかな。ま、ひなは仕方ないわね。体動かすの大好きだもんね。うん、走る時とかズボンより動きやすい時あるよ。ほんと？ほんとほんと。試しにちょっとここで走ってみてごらん。うん、ダメよひな、パンツ見えちゃうから。スパッツ履いてるよ。それでもダメ。アノも変なこと言わないで。惜しい。アノちゃん嫌い。あー、そんなこと言わないでよ、悲しいな。明日からはジャージにする。おやおや、風紀委員さんに叱られるよ。平気。平気じゃないでしょ。学校にいる間くらいは我慢しなさい。うん、ジャージでもいいって。いいわけないでしょ。いいって聞いてきた。お、誰に？陸上部の副部長さん。え、陸上部？あ、さっき入部届出してきた。もう？うん、職員室行って顧問の先生に出してきた。早。まあ、ずっと陸上部に入りたいってのは知ってたけど。入学早々によくやるね。その時副部長さんがいたから聞いた。そしたら運動部はジャージでいてもいいって。そうだっけ。慣習的に OK だって。確かに運動部の子、上はジャージの子いるよね。うん、そうだけど。あと体育の授業の後とかずっとジャージのままでそのまま部活に行く子もいるよね。でも登下校では見たことないわよ。朝練の子とかジャージで登校してるんじゃない？何？その理論でいくと水泳部の子って水着着て登校してるのかな。知らないわよ。ねえひな、帰るときはみんな着替えてるのよ。帰るときも別にいいって。だからジャージにする。はあ、せっかくの制服なのにもうジャージってどういうことなのよ。すごいね。あっという間に部活決めて制服のスカートにさよならまでしちゃうなんて。受験の時もそうだったのよ、ひなって。誰にも相談してなかったのにいきなり白女に願書出していて。ほう。それで他にどこも受けなかったの。余裕だね。成績はギリギリだったのよ。ひなのおじさんとおばさんすっごい心配してたんだから。絶対受かるから問題なし。かっこいい。私も勉強見てあげてね。受かった時はほっとしたわ。ゆな姉と同じ学校行きたかったから。わお、ゆな愛されてるね。
頑張ったんだね、ひなちゃん。はい、頑張った。その信念やよし、だね。これじゃあ、ひなちゃんのスカート姿は見納めかな。まったく。それじゃあ、そろそろひなちゃんに学校の中案内してあげようか。そうね。これ以上制服のこと言っても聞いてくれないだろうし。どっか見てみたいとこある？ご飯食べるとこ。やっぱひなちゃんは食欲魔人だね。それじゃあ学食行こうか。行きたい。今日はあのさんがおごってあげよう。やった、あのちゃん大好き。この現金さんね。ちょっとあの、いいの？いいっていいって、ひなちゃんの入学祝いってことで。この子の食欲知ってるでしょ。そうでした。ユナは自分の分自分で出してね。ひなの分も半分払うわよ。ね、早く行こう。はいはい。それじゃあ行きましょっか。わあ、しまった。しまってる。今日は授業なかったものね。そっか、授業のない日って学食閉まってたんだ。そうだったんだよね。うっかりしてた。私学食使ったことないから知らなかったわ。じゃあね。ね、ほんとひなちゃん気に入ると思ったんだけどな。でも多分来ないと思う。そう？なんで？ひな姉がお弁当を作ってくれるから。ああ、そうなんだ。明日からね。まあずっと作ってあげてたから。それじゃあここには来ないかもね。ユナのお弁当には負けちゃうか。ここってさ、中綺麗だし美味しいし安いし結構量のあるメニューもあるし結構いい方だと思うんだけどな。今日くらいは食べてもよかったのにね。あのちゃん、ん？なになに？お腹すいた。本当にこの子は。それじゃあ購買に行こっか。あそこなら今日もやってるし、パンとかおにぎりなら売ってるしね。やなね、行こう行こう。もう帰ってからお昼ご飯入らなくても知らないわよ。まあそんなことないか。それじゃあ購買に行こっか。うん。かはは、ごめんね。いいよいいよ、入学祝いって言っちゃったの私なんだしね。でも、さすがに2000円分も買われるとは。半分出すからね。お願いします。でなきゃ新作一個は諦めなきゃならないし。ありがとう、あのちゃん。お、いい笑顔。ほんとひなちゃんには食べ物あげとくに限るね。ほんとだわ。この笑顔ならユナもご飯作りがいあるでしょう。ええ、そうね。食べていい？ちゃんと座って食べなきゃダメ。行儀悪いでしょ。じゃあどこならいい？早く食べたくて仕方ないんだね。まあうちの学校座れるとこなら結構いろんなとこにあるよ。どこ？どこがいい？ひなちゃんの行きたいとこで食べよっか。外にもベンチとかあるしね。どこでもいいよ。それじゃあひな姉のおすすめの場所。え、私？ん？ひな姉の好きなとこで食べよ。おやおや、ほんとひなちゃんは二言目にはユナなんだね。私の好きなとこって言われても。
とかある？困ったな。私あんまり学校の中知らないのよね。でもご指名ですよ、ユナ。ひなちゃんのお腹が鳴り出す前に決めてあげなよ。いつも行くとこでいい。教室？ユナ、さすがにそれはないよ。がっかりだよ。そうだね。それじゃあ屋上？屋上？うん、いつもそこでお弁当食べてるから。結構景色もいいし。あ、え、どうしたの？あの、ごめん。あー、まあ仕方ないよ。ユナが謝ることじゃないしね。あのちゃん、どうしたの？あの、高いところが苦手なのよ。そうなのでした。だから屋上は怖くてちょっと近寄れなくてね。だから他の場所に。いいっていいって、行ってきなよ。でも私のことは気にしなくていいって。適当に教室でゲームでもして暇つぶしてるから。食べ終わったら迎えに来てよ。そう？ごめんね。いいってば。もうそろそろひなちゃん待ちきれないでしょ。行ってきなってば。うん。あの、よかったら帰りうちに寄ってかな。お昼ご飯食べてって。それはありがたいかな。思いがけずもユナのご飯ゲットだぜ。うん、また後でね。はいはい、行ってらっしゃい。あら、誰か来るみたい。あら、ほんとね。今日は誰もここには上がってこないと思ったけど。授業ないんだから早く帰ればいいのに。せっかくサチさんと二人っきりだったの。そんなこと言ったらダメよ、めぐみ。ここはこの学園のみんなの場所なんだから。そうですけど。あら、誰もいない。ほんとだ。声聞こえた気したんだけど。グラウンドの方からの声だったのかね。そうかな。そうかも。あら、二人ね。恋人同士かしら。なんか購買の袋を抱えてますよ。ほら、いきなり食べ出してるし、そんな感じじゃないみたい。スカートの色違うわね。今年は何色が1年生だったかしら。確か赤ですよ。ちっちゃい子の方が1年生ね。あら、隣の子見たことある。ええ、いつもここに来てる子ね。どう、白女は気に入った？大丈夫。いい学校、楽しそう。そう、よかった。ユナ姉もいるし、大丈夫。ユナ姉は？この学校好き？そうね。気に入ってるわ。楽しくやってる？うん。まあね。大丈夫？まあ、ヒナは大丈夫そうね。大丈夫。そう。よかった。あ、あ、桜すごい。こんなとこまで舞い上がってくるのね。すごいすごい。大丈夫か。そんなね。どうしたの？なんでもない。ほら、早く食べちゃいなさい。アノも待ってるんだし。わあ、サチさんすごい。これは贈り物よ。
あの二人への、そして新しい春を迎えたこの学園の子たちへの、どうかあなたたちが素敵な人と出会いますように、そして素敵な恋を迎えられますように。